さんこんにちは、志村恵理子です。今月おすすめの公演はアーラコレクションシリーズボリューム5、高木佳菜物です。第一線で活躍する俳優スタッフが1ヶ月間カニに滞在し、演劇作品を制作するアーラコレクションシリーズ。市民サポーターとともにカニ市から全国へ発信する質の高い作品作りを目指しています。今回出演する田中美里さんよりコメントをいただきましたのでご覧ください。皆さんこんにちは、高木佳菜物に出演します田中美里です。家族をテーマにしているっていうのがすごくいいなっていうふうに思いました。やっぱり今ってすごくこう家族がバラバラになっているような世の中だと思うんですけれども、あえてちょっとこう古臭くてなんかこう昭和の匂いがするような、そういうこう家族の良さみたいなものっていうのがぎっと詰まっている本だなっていうふうに思いましたし、こうやっぱりこう家族、血がつながっているからこそこう悩んだりとか、そういう、こう感情、なんかちょっとややこしい感情になったりとか、そういう部分がすごくよく出ている台本だなっていうふうに思いましたね。演出・脚本は NHK 連続テレビ小説満天の脚本を担当した牧野のぞみ。牧野さんの代表作である高木佳菜物を初めて自身による演出で上演します。静岡県の田舎町で起こった小さな事件をめぐって、信念を持ってまっすぐに生きる元教師とその周囲の人々を丁寧に愛情を込めて描いた作品。笑って泣かせる牧野作品の真髄が盛り込まれた舞台を実力派のキャストでお届けします。アーラコレクションシリーズボリューム5、高木佳菜物は6月22日より公演です。今月もう一つのおすすめ公演はアーラ映画祭2012プレ上映会です。毎年秋に行っているアーラ映画祭、今年は10月4日から14日に10作品ほど上映予定です。それに先駆けてプレ上映会として話題作、おすすめの作品4作品を上映いたします。はやぶさ遥かなる帰還では、7年間60億キロの宇宙航海を経て小惑星探査機はやぶさを地球へ帰還させるために、科学技術者たちが奇跡を実現させた姿を描きます。連れが鬱になりましては、宮崎あおい、坂井雅人が夫のうつ病をきっかけに夫婦の関係を見つめ直し成長していく姿を心地よく演じます。アーラ映画祭2012プレ上映会は5月25日から28日に上映です。今月はアーラコレクションシリーズボリューム5、高木佳菜物、アーラ映画祭2012プレ上映会をご紹介しました。チケットの購入は文化創造センターのホームページまたはインフォメーションまでお問い合わせください。皆様のお越しをお待ちしています。